公共曲第27番と超超方冒険 i-27 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1760年頃に作曲した公共曲。ハイドンの最初期の公共曲の一つであり、エステルハージ家以前、ボヘミアのモルチン伯尺に使えていた時期の曲の一つと考えられている。初期の公共曲に多い休館級の三楽章形式をとっている。 演奏時間は約14分。44秒しそなた形式。2部音符の上昇分散和音による明るい第一主題で始まる。波長長、68秒しそなた形式。初期のハイドンの曲のほとんどと同様、感情楽章は弦楽器のみで演奏される。低音楽器のピッツェカートの上で弱音器をつけたバイオリンが、 シチリアーナのリズムを持つ旋律を演奏する。38拍子、ソナタ形式。ごく短い簡単な曲である。1946年にルーマニアのシビウ近郊でハイドンの新しい公共曲の1786年の筆者譜が発見されたと報じられた。この曲は1950年1月29日に初演され、 ヘルマンシュタット公共曲の名で録音もされたが、後に、公共曲第27番に過ぎないことが分かった。2007年、欧州文化都市になったシビウ市から移植されて、オーストリアの現代音楽、ジャズ作曲家であるフランツ・コーグルマンは、夜の散歩道を作曲したが、シビウと関連の深いこの公共曲と哲学者、エミール・チョランの肉声を素材として使用している。 ありがとうございます。